の名、財前先生。財前先生ですよ。それあの皆さんが言ってるのは白い巨頭でしょ、うん、財前直美ぐらいしか知らん。マセーロナウドなんていません、今も昔も、うん、よしじゃあ行こう。やばい、これ草津か。草津今ないな。13位か。54得点ですごい得点力だな。これ攻め勝たないとダメだ。これ美白のロベカル何のこと言ってんだ。行くぞ。54得点54失点。知ってますよ、ベガルタ仙台いたんですけどね。うん、まあしょうがないですよ。1167番サイレしますよ。もちろん知ってます、財前選手もね。首位キープしてますよ。皆さんもやっぱ詳しいですね。うん、私よりも多分詳しい人いっぱいいるでしょうね。頼むぞ TJ 決めろ。54得点54失点ってことは守備ボロボロで攻撃すごいってことでしょ。そうね、その通りだね、うん、家永は大宮で今もやってるよって言うから1170番選手もさ、OK 決めた。宇佐美だ今4年目で1位、 J2 の1位、1172番選手もさ、家永もね、まあ、まあでも大宮で止まってる選手じゃないと思うんだけどな。漫画みたいなサッカーボールじゃないですよ。こういうサッカーボールあったんですよ昔。頼むぞ。宇佐美はね、と柿谷はエースよ。いいぞ、いった TJ ゴールです。はい、ワコッチということで1484番サイレしますよ。いや、このね TJ がね、皆さんね全然注目しないんですけど、まあもちろんサッカー好きの人は TJ って言ったらすぐ分かるんですけど、1489番サイレしますよ。一般の人は TJ って知らないからな。うわ、光った、光ったよ、初光り、来た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 、光った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 、レインボー、ゴール、ジーニアス、ジーニアスですわ。やった、すごいすごい、光った光った、すげー、うますぎワロタですよ。ということで1614番サイレします。ついにうちのチームも光るようになってきた。まあまあこれゴールされてもいいんですよ別に。オッケーオッケー、ジーニアスですよ。しかも前半終わって 3-0 だから、ね、やばい、塩谷バカなことするんじゃない。セレ女、セレ女、そんなのいるのか。去年話題になったの。じゃあ後半からちょっと交代させよう。そこは外さないと。いやー、坂つくはこのね光るのがすごいんですよ。あれが本当のレインボーってやつですね。うわー、決められちゃった。カードホルダー健在すぎるだろう。そうですね、同じ1点ピョンですよ。本当山王のねキャプテンが言うんですよ。腹立ちますよ。まあしょうがない、切り替えていこう。よし、後半からは選手交代していこう。万代来ましたよね、ちょっと待って。いや、アウェイユニフォームはねちょっとかっこいいんですけど、あのホームユニフォームはもう島国っぽいですよ。でよし行こう、頼むぞ。あ、今これホームユニフォームだ。これあれっぽいじゃん、島国っぽいじゃん。大森にただの演じちゃうんか。そうそうそう、演じ、演じですよ。岩崎さん、和子監督、バンダイってんの。ゴール、すごい、 TJ だ、また決めた。すごいな、リッセルっぽい。よく言われるけど、うん、今度変えようか、変える機会あったら薬味する際にしません。ただいま J2 で、サガツクの方プレイしております。4年目ということで、今年ね1位になっております。ただいまね、もうあとね数試合、10試合ぐらいでしょうかね。それさえいけば、J1 が見えてきました。しかも優勝いけるんじゃないかなと思っております。やばいぞ、4対1から、うわー決められた。やっぱしラフィーニャ。でも4対2なんで、いや、いいぜ、いいです。まあ全然痛くもかゆくもない。
止めてほしかったよね、本当はね。よし、そうそう交代していこう。ファジアーノからアゲン。TJ はポルトガルリーグでも得点出場時間比は上位だからね。すごいですよね、TJ のね。まあ、まあできればね、先発で使ってもらいたいけどね。そう、まあていうか、どの人、どの、J リーガーはどの外国人にも弱いよ、基本的に。基本的には。で、ヒンケル、柴崎。そうっすね、TJ は海外の選手なんですけど、やっぱちょっとね、知名度っていうか、日本で放送がね、あんまり普段やってないんで。そうですね、その通りだ。そうなんですよね、そこは辛いよね、実際。できれば TJ の活躍ね、みんなに知ってもらいたいなってあるんだけどね。そうなんよね。セレッソ、あ、まあ、ドイツにね、ひどいことになったけどね。1575万歳でしょません。初見、サガツクと聞いてやってきましたということで、1576万歳でしょません。サガツクと聞いてやってきましたということで、いらっしゃいませ。ただいまね、私、島尻、ブラボー島尻というチームを率いて、J2 からですね、J1 に上がるため4年目ですが、頑張っております。すごい横に左右に振る、そしてシュートゴール、柿谷、ジーニアス。今日2点目。誰が呼び始めたんでしょうね、TJ。ブラボー。あ、そうなんだ。柏レイソル勝ちましたか？ジーニアス。あ、セレッソか。セレソンだと思っちゃった。間違えちゃった。すいませんでした。柏レイソル勝ちましたか？勝ったみたいですよ。うん。ACL ですよね。うん。そうなんだ。いや。こういう試合ありますよ、ね、うん、探せばね。レインボーめっちゃまずかった。ビックリマンチョコのキラキラシグネ。いや、あれがね、最高なんですよ。しびれるんですよ。オッケー、いいぞいいぞ。勝ち点6差になってきた。2試合は大丈夫。キレッキレジーニアスですよ。もう優勝やな。いや、もう優勝見えてきましたよ、これ。あ、優勝しちゃうーですよ。2点。あとは直接対決かな。あとは直接対決だ。そうね。やっぱフォルランっていう選手はまあいい選手なんですけど。さて、ヴィッセル神戸との一戦です。多分大久保がいますね。あとイ・ジェミンっていうのがいますね。勝ち点6差得点なの。まあ、昇格、まあ、昇格マジックはないですよ。だって、あと5試合ありますからね。違う。あと、21だから、42だから、あと5試合ですね。ホンミョンボはいませんね。OK。いけるかな。イルハン？イルハンもいないっしょ。監督枠。モギガナーズが左サイドバックやっとる。ラウドルップ、ラウドルップいないよ。まあ、ね、有機人さんいらっしゃいません。初見ですということで、初見さんもいらっしゃいません。1613万歳いらっしゃいません。まあ、ホルラン選手ね、日本に確かにもっといてほしいんですけど、いてほしいんだけど、正直ね、やっぱどうなんだろう。給料とか私知らないんで何とも言えないんですけど、やっぱ圧迫してんじゃないの、やっぱ財政をね。ベアンさんもいらっしゃいません。まあ、あと柿谷、バンダイ点取ったし、モギも点取れ、トクラ強奪やな。あの武田もサイドバックやらされてたよ。そうね。ブロードボーンで予約してなかった。いや、この枠はブラッドボーンで予約してません。明日ですね、ブラッドボーン枠は。ということで、1620万歳いらっしゃいません。やばい、まずいぞ。うわー、ここで1点取られたくないな、大久保に。頼む、止めてくれ。うわー、いられた。違う違う、ブラッドボーンの枠で予約してないから、この枠。明日はですね、予約したの。うわ、やばい、これはやばい。ちょっとシステム変えよう。ちょ、流れがやばい。ブーイングが来た、しかも。で、勘違いすみませんでした。はい、大丈夫です。さて、ここは1点取り返したいけど、
うわ、ボアダにイエローカード。守備のね、要なんだね、ボアダが。これちょっと代わりがいないからな。そうですね。うわー、入れた。やっぱ守備が安定しないとダメなんだね。前半終わるところまでは守備、守備的にいきます。似てない、まあ少し似てないけど。これどうする？ちょっと待ってよ。ちょっとディフェンスライン下げるか。初見どもどもで VSR サインします。采配ミスかな。頼むぞ、追いつこう。大丈夫です、ずっと休ませてます。頼むぞ、決めてくれ。うわ、止められちゃった。ダメだよ、そんな前でファールしたら。ブーイングがちょっとね、ブーイングの効果がでかすぎる。 30% 能力値が落ちるんでね、さすがにきつい。うちも選手応援するためにサポーターがいっぱい来てくれたらと思います。いきます。おしおしおし、相手もイエローカード。なんでうちの選手、うちのサポーターはブーイングをしないのか。永続じゃありません。いいチームは立て直せるんですけど、立て直せれないんです、うちのチームはまだ。毎春ダメか。誰がハゲやねん。誰もハゲとは言っていない。そりゃサポーター少ないから6 いや、ヴィッセルめっちゃサポーターいるな。いや、そうね、アウェーだから、それも大事、ね、それも、いや、優しい、心が優しい、そういうことかな。まあ、それならいいんだけどさ、うちのね、6人じゃ聞こえないわな、わら、今から出たくないでござる。ちょっともうしょうがない、TJ 変えよう。ヒンケル、前だ。6人、わらわら。いや、しょうがないな、これ、前旬で行くしかないもんな、正直。前旬しか右サイド、いけるか。これで行くしかない。もうシュート打ちまくれ。もうこれは勝つための試合だ。いけ。頼むよ、シュート打ちまくれ。いけ。光ってくれ。2点差でかいぞ、ちょっと。来た。頼むぞ、柿谷。逆サイド、ヒンケル。よっしゃー、この采配が的中。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。まだ毎週も諦めたけど、もう1点、もう1点頼むぞ。もう1点だ。追いつこう追いつこう。うわー、大久保のフリーキックが怖い。ドワーッと止めたー。ギリギリギリ、大久保のフリーキックがやばすぎる。あと1点返してほしい。ここで交代枠がないからな、切れない。頼む、止めて。うわ、終戦、終戦だ。うわ、あかんやつや、強いな。このチームがなんで1位じゃないんだ。楽天セール始まっちゃいますね。強いな。そうね、ヴィッセルもね、強いっすね、確かに。まあ、しょうがない。まあ、ヴィッセルは強い、正直。楽天カードマンですよ。頼むぞ、ヒンケル。右サイド。中央。つないで。返せ。いけ。うわ、そこ外す、お前。宇佐美ちゃん。頼む。1点入れてくれ。いや、これね、ブーイングのせいなんだね。ブーイングのせいなんだよ、しょうがない。 J1 は上がりたいけどね。1689番セールしません。4年目、今これブーイングをどうにかしてほしいな。負けちゃった、結構惨敗だ。っていうか、なんで延長100分まであったんだよ。10分ロスタイムあるじゃないか。まあ1位なんでいいんですけど、長すぎですよ。このヴィッセル神戸が、そうね、まあしょうがない。まあ追いつかれてきた。2位じゃダメですよ。
ここでもう一勝もう一勝頼むぞ。覚醒か。ダメです、5000万くらいの差いや5000万ですからね。システムの相性かな。あ、そういうのもあると思う。確かに。30分風呂入ってきた、どんな感じ。今1位ですけど、ちょっと、2位との勝ち点差3ですね。神戸なんで1位じゃない。いやなんかね、多分システムとかフォーメーションのね相性ってのもあるんだね。でちょっと待って頼むぞ。でよし、監督はスマホゲームはするの。うん、しますよしますよ。てか私の放送であのスマホゲーム紹介してたりしますよ。あのアップル iPhone のあのアップル TV 使って配信でもやってますよ。何回か見たことあるんじゃないかな。ないのかな。じゃあ行きましょう。試合スタート。メンツだけなら鹿島なはずだけどな、優勝。メンツだけだったらそうですね。大迫もいるし、興梠もいるし、小笠原もいるし、正直すごいメンツですね。ベルマーレか。上位対決か。行きましょう。高津区と相性そこまで関係ない。どちらかというと連携かと。まあ、連携がないもんな、うちのチームまだ。あとはあと500ポイント取ってどうにかしてあれですね、ポリシーを柔軟にするってやつやりたいですね。コミトネさんかね、ありがとうございます。ベルマーレだ。ベルマーレですよ、平塚。うわっ、もともとは平塚だったんですかね。湘南になっちゃいましたね。メンツで言うたらガンバもすごいよ。ベルマーク、モリシーを柔軟にする。ガンバは今 J1 だからね、このゲームだからね。頼むぞベルマーク。うわ、止められた。あれすごいな、すごい。何遍何遍なくね、攻撃の方を繰り返されるということで、ああいう攻撃ができたらいいですね。うん、ワークオスですが、内防災のしません。ポリシー、ポリシー、モリシーじゃないですよ。モリシー柔軟してどうするんですか。やばい、またファールしやがった。うちのディフェンス陣はファールがちょっとイエローに繋がりすぎる。頼むぞ、これは止めてくれよ。さすがにオッケー、いけるか。 TJ 裏狙っていけ。いいぞ、宇佐美シュート。こっから弾いたボール、 TJ いけ。おっしゃ、阿部外せれないよ、誰もいないんだもん。ただとってこと。阿部をもう外した方がいい。了解、じゃあ変えようか。ブラボーですよ。ブラボー、よしよし。サンフレッシュ広島。で、さっきと同じシーンじゃねえか。いやでもゴール決まるか決まらないか違いがありますよ。ブラボー。ベルマーレはもともと湘南をフランチャイズにしたかったけど、昔は町谷の放置一家しか認めてなかった。あ、そうなんだ、そういうことなんだ。まあなんて言うんだろう、もともとベルマーレって藤田 SC って言って、建築会社、確か広島の建築会社ですよね。うん、何回か試合したことあるんだよ、藤田ユースと。 OK、 ナイスセーブ、ナイスボック。記憶があるけどな、小学校の時何回か試合したことありますけど。まあ行きましょう、後半開始です。連携ができてきたから波状攻撃が増えてきたな。そうですね、まあでもうちのチーム連携戦ほぼないんですけどね。まあ、このシステムでずっとやってるから理解力が深まってきたのかな。あー残念、早いところ点が取りたいですね。いけ、頼むぞ、落ちで。おっと危ない、右サイド左サイドか。すごいとこシュート打ったな、 TJ。 いや TJ のすごいところってやっぱこう予想を超えるシュートを打ちますよね。あ、それがすごいなと思いました、見ててね。光ってほしいからね、できれば。まずい、アジエル来た。うわ、しまった、アジエル交代出てきたんだ。まずいぞ、外国人選手は恐ろしい。やめて、オーケー、右手一本片手で止めた。危ない危ない危ない、これは危険だ。で上条、上条っすよ。で
頼むよ、決めてくれ。上条はさすがやでですよ。よし、決めてくれ、ラスト。上条さん、いい仕事するね。いや、ほんといい仕事しましたよ。いけるか、来た、宇佐美。誰だ、ヒンケル、裏抜けて、流して、シュート、ゴール。いや、上条は本当にうちのチームにいてくれて本当助かってるわ。柿谷が決めました。ダメ押しの1点、ブラボーですよ。よしよし、この時間帯での得点は相当相手に対してね、ダメージがでかいんで、ラジャーズしまじいところでジーニアスですよ。でも本当帰ってきた方がいいと思うんだよな、バーゼル、柿谷。よしよし、これであと1敗しても大丈夫だ、勝ち点的にはいいぞ。勝ち点差4、いっぱいしても大丈夫だから。ガイナーレ強いのか。ガイナーレが強いんですよ、岡野、あと、あと外国人選手ですね。よし、いっぱい負けても大丈夫なの。いっぱいは、いや、ちょっといっぱい負けちゃダメ、いっぱいだけ。バーゼルとか2500超え、あーまあね、サボガンガン増えてますよ。これを早く取りたい。ヒンケルスタメンもいける。まあ確かにな。でも毎春をどうしても諦めたくない。そういう気持ちでやっております。とうとう11月が来ましたよ。そうですね。11月が来ました。残り4試合ぐらいか。わこわこ、わー来た。上がれそうかな。いや、これラストラスト。ラストシーズンだよ、これ。ラストマンス、ラストマンス。ルキルキアサイナしません。全体46万再生しません。今 J2 で1位です。昇格ライン85点くらいって思ってたけど当たりそう。本当に毎春スーパーサブで行きそう。鉄道ラストマンス、ラストマンス、ラスボスの中秋で、ちょっと待ってよ、優勝決めるなら、いや、最後栃木とやるんだ。栃木との戦いが天王山か。そうね、栃木だね。栃木、これパブリックビューイング。最後がロアスと熊本とはまさに最後の戦いだね。ここで怒涛の4連敗。で、ギラバンツ、ギラバンツはもうダービーマッチ企画でいきましょう。もうダービーマッチじゃないんだけど、ダービーマッチじゃないんだけど、ダービーマッチ扱い。で、これパブリックビューイングをしちゃおう。歴史的瞬間に立ち会えるかな。オッケー、すごいことにしましょう。で、面談一応見とこう。赤い選手いない。1年の選手は一応契約更新しといた方がいいのかな。まあいいや。で、そうですね。あ、11月だからユースの選手上げないといけないや。で、終了。ユースの選手あげとこう。ワコトクで、ドラネコサイレーションさん、ありがとうございます。頼む、ついてくれ。お疲れ様です、監督さん。ひぞっこ練習のパパッとお試しコースを終えました。いきます。ヘッドン。今回のひぞっこ練習は充実なものになりました。試合で成果を試すのが試しです。楽しみです。こんばんは監督、知ってていい。略1973万歳でしょ、おさえ。わろた、わらわら。は？パパとお試し練習？卑猥だな。こんばんは監督でね、ありがとうございます。いらっしゃいませ。誰取れたら毎春諦めるの？毎春は諦めません。前1回目で面倒についたのが奇跡かなって思うから。そういうことか。わらわら。12勝で賞金はどのぐらい出るの？一応5000万っすね。阿部さん、これってこのチームのキャッチフレーズなの？阿部、わら、出場停止って。阿部、しょうがない、イエローカード累積でしょう。これもう一回来てほしいんだけどな。爆発してもらうために頑張ろう。かっこいいタスキじゃないです、あれ。あれ良くないタスキです。選手の格で値段変わるしな。
そうね、確かに。ノースって戦術っていうなんですが、それは監督はコツです。あ、本当だ、ラストマンスだと先月になっちゃうね。ユウマサイの詳細。契約更新に向けてお金貯めないと、わら、塩や、累積出場。いや、契約はもうし終わってるから大丈夫。優勝賞金で芝居入れよう。まあそうね、確かにそれも大事だね。で、調子戻してください皆さん。うん、芝もいいね、あとリラクゼーションもいいね。ファイナルマンス、そうね、そういうことになるね。頼む、調子を戻してくれ。毎週 9.1 アシストって相当っすよね、もううちのチームでは。そうか、まあ怪我は別にしないと思うからいいんだけど、疲労なんだよな。疲労を治したい、どうにかして。よし、放送部屋作ってもしょうがないでしょ。リラクゼーションの方が大事な気がするね、私も。よし、 OK。 で、OK。リラクゼーションが欲しい。いいですね。うん。ミーティングルーム作ろう。いらん。よし。行こう。パーキングの設置台ぐらいは回収できたかな。うん。ユースも行かないとな。おい、ファインケル。コミュニティの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。なんでしょう、キャプテン。最近何か不満を持ってそうだな。お前の気持ちもわからなくはないが、もう少し大人になったらどうだ。わかりました、キャプテン。確かに感情的になっていた部分はありますね。反省しますということ。いや、こいつキャプテンなんですよね、ただね。あ、マイシュン来た。お前には特別な練習メニュー。え、この特別な練習メニューって、やった状態で、いいのかな。まあいいや。次の出走できない選手、OK、了解。で、この状態で特別練習別にしなくて大丈夫なんですよね。ってなんか聞いたんだけど。で、ユースの選手見に行こう。で、何人かあげよう。この快進撃はやっぱ秘書が良かったのかな。そうですね、一気に変わりましたからね。やっぱ、やっぱ良くなかったのかな、あの人。で、ランダムで強靭なフィジカルゲットすると寿命伸びますせ。あ、そうなんだ。小坂あげよう。名前出てこなかった監督。穂坂。穂坂17だけど。ちょっと待ってよ。で、穂坂もあげた方がいいの。まあいいや。で、交渉。まあ結局。特別な練習の選択肢はフィジカル系イベント。いや、これ18歳。試しコースだとイベント自体起きにくい。あ、そうなんだ。なるほどね。ここの2人どうするかな。あげるか。まあ、売るためにあげるのはありだな。全然。この2人あげようか。トガシってあのトガシ？トガシ？違いますよ。働けトガシじゃないっす。で良くない？売るためにあげよう。まあ売るためにあげるんで。違うのか。売るならグラフで買い方が良くない。18あげて人身売買。2であげよう。漫画サボってるかと思ったらサッカーしてんのかよ。じゃあこっちでしょ。で、1をあげて、検査は高い。まあすぐ売るんで。で、移籍オファー来ねえかな。ところで J1 を受けましたか。いや違う、今見てよ、年月。4年目の11月じゃん。ヴィンス・マグマホンさんも今日放送何回か来てるから、分かってるっしょ。分かって言ってるんじゃないの？違うのか？私もその、何回も言うの大変だから、書こうかな、今度から。うん、よし、行こう。おこ。いや、おこじゃない、全然。監督おこ？笑おこってはないんだけどね。
嘆いてるだけ。何回も何回も。いや今日だってもう30回ぐらい言ったんじゃない？本当にガチで数えてないから分かんないけど。まあいいや、行きます。で、なんでよ。右京さんにチクられてもどうしようもない。いや激おこじゃない。いや売ればいいんですよ。放出すればいいんだよ。よし行くぞ。枠の時間と順位書いといて、わら。いたたまれなくなったのか。いやまあいいけど、まあ行きましょう。これで2回目だ。でも何回も説明するの、ちょっと面倒よね。いいか乾かさせよう。よし行こう。うっ、しまった。しょうがない、これで行くしか。俺が福山の真似して言っても無視するのに。俺が福山の真似して言っても無視するのに、何のこと言ってんだ。福山の真似なんだろう、分かんない。まあ行きましょう。星2つの選手が来てほしいけどね。 J1 に上がってからかな、そういう選手か。頼むぞ。OK 最初シカトされた。ビンクマスマホンさんいらっしゃいって言いましたけど、ね、もうそれはね、もう5年前ぐらいのゲームだから、そういうことだ。そうかもしれない。 OK、 そうなんだ。いやまだ決まってないですよ。オッケー。ちょっともうお茶を飲みながら見てます。さすがにこの4試合で負けてほしくないんで、まあ、この試合は前座ですね。前座立ち見は出てません。調子はいいですよ。バンスローさんお願いします。またそういうのはね、あの深夜枠、僕夏枠なんかで聞いてください。雑談枠取ってるんで、ね、そういう枠にはね、でぜひ聞いてください。スマホゲーとかね。うわ何それ、パスじゃん。フォアだ、頼むぞ。ここで負けるとかなしだぞ。よし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 、これは勝ったでしょう。これはさすがに勝ったでしょう。次の試合で TJ がイエローカード。まずい。よし、いいく弱い、わら。まずいぞ。わらわら。ちょっと待てよ、TJ がイエローカードちょっとまずい。そうね、確かにその通りだ。いいぞ柴崎。お、危ねえ。あのね、最終的にはこの普通のこのなんだろう、紙芝居の画面じゃなくても普通の状態でもゴール入ったりするようになるんですよ、最終的には。いける。おし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 、オッケー。誰決めた。酒井、お前今シーズン反則戦ここで決めちゃうの、すごいな。ゴールキーパー退場することありますよ、うん、PK で与えちゃったりして。いけるかな。普通の J リーグでもあるんだ、そういうことは、うん、普通によくあることですね。頼むぞ、黒部いますよ。いいね、オフサイドっぽかったけど。うわー、そこ止められちゃうの。ヒンケル入れちゃう最後。いいぞ、クロス逆サイドシュート、すごいシュートだな柴崎で。最後ちょっと時間稼ぎっぽいけどヒンケル入れて、南のそれもひどいけど、そうね、主に退場になるパターンは、その要するにレッドカードの基準っていうのは相手の一番なんて言うんだろう、
確実にゴールが入るシーンでファールをしたりするとレッドカードになるんで、怪我はないですね。そういう風にルールブックに書いてあるんだね。おし、ナイス、勝った。え、まさか優勝決まった？僕の頭にも毛がないです。あ、違った。わあ、びっくりした。パチパチパチ。お、勝ち点4。よし、パチパチパチ、ありがとうございます。あと、あと、あ、そうなんだ。あと3試合、あと3試合。J1 確定は決定か。よし、昇格決まった。よし、あと優勝かどうか。やりました。私たちのクラブが初めての J1 昇格を決めました。おめ、オッケー。まずは一つ目のね、関門突破しました。よし、初昇格だって町の方々がたくさんのお祝いの言葉をいただきました。来年は J1 でその期待に応えましょうということで、とりあえずまず J1 昇格が決めました。和子でこれ1339番サイレンしません。よー、ありがとうございます。よしよし、結構時間がありましたけどね、思ったよりは時間かかったけど、まあ OK です。ありがとうございます。和光ということで、ありがとうございます。ブラボーということで、皆さんありがとうございます。 J1 昇格は決定、降格はしません。お、柿谷、J1 昇格は決定。おめでとう。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ありがとうございます。とりあえず柿谷、そして天狗である。そして天狗である。天狗おめでとう。まず昇格した時の中央に。片瀬奈々さんね。すいませんでした。1971番線いらっしゃいませ。おめでとう。長身ののも海外にせよ。怒っておきましょう。そりゃ天狗なるね。よし、これで大丈夫。で、おめでとうございます。すぐ降格しないよう頑張ってください。頑張ります。頑張ります。そりゃ天狗にもなるわ。わら、せいよ。行くよ。行きますよ。年俸おかしいとか言わない。よし、くそ、頼むぞ。いいぞ。いいんですよ。よし、頼むぞ。声援届いてくれ。やっと900人超えた。ほんとそうですね。まあ、ホーム最終戦じゃなくてもいいよ。あー、怖い。ここで負けたらやばいことが起きるからな。行くぞ。行きましょう。頼むぞ。最低でも引き分けには取りたい。いいぞ。乗りに乗っているうちのチームの攻撃が冴え渡る。天王山、その通り。いいぞ TJ、 折り返してシュート、ゴール、ね、よしよしよし。そうですね、 J2 でのね、やっぱ J2 で1位で優勝して昇格っていうのは結構ね大事なんですよ。取り逃すこと多いんでね。ブラボーですよ。行きましょう、優勝しましょう皆さん。くぅ、オッケー、神城、ナイスセーブ、ゴールですよ。いいですね。一応5000万円よこせということで、光ってほしいな最後。惜しいぞ、光った。いけ柿谷、そういうことですよ。うわーっと、これはセーブされた。いくぞ、毎春。あーっと、水沼コーター、まずいぞ。ブーイングはやめてくれ。毎春つないでいって、いいよ。 TJ、 阿部どんどん上がってくるな。やばい、1対1、まずいぞ。ああ、上条ナイスセーブ。まだ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 落ち着けない展開だ。2点目取っていこう、2点目取っていこう。よしよし、後半これどうする。ちょっと一気に流れ変えるために変えるか。そうね、昇格さえすれば相当楽になるんで、海外との選手ともいろいろね、契約の方がしやすくなります。よし、行こう。阿部変えとこ。阿部は変えません。いける。阿部変えよう。阿部変えよう。阿部が汗かき出した。ちょっと天狗を出しとったんでね。
行くぞ。ニックネーム日本のマヌエル・ノイアー、クリロナ取れたよ、わらわら。クリロナ取れた、すごいなそれ。行きます、頼むぞ。うわー、あー、ブーイングの嵐。あー、島崎ブーイングの嵐、2連続 60% 能力低下。やばい、 60% 能力低下はやばい。やばい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 、嘘だろ嘘だろ、これはきつい。 60% 能力低下はきついよこれ。危ない、こぼれたボール、うわー、止めて、止めた、神セーブ、神セーブ出ました。よしよしよし、頼むぞ。あー、中島これやばいやばい、どんどん選手、どんどん選手が、どんどん選手が次の試合出れなくなっていく。コメント参加ありがとうございます。やばいやばい、これはやばい、ちょっと、まさかここでこんな、こんなプレーになるとは。ちょっと待って、カード祭りだこれ、ちょ、やばいやばい、次節ピンチだこれ。いや、ほんとそれですよ。フィーゴがアブラ、アラブ、アブラマネーで415億で売れた、そんないいことあるんだ。ということで、2059%いらっしゃいませ。あー、ロボだー、ロボが来ちゃった、やばい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 、あーですよ、2089%いらっしゃいませ。うちの攻撃見せてやれ。1対1の引き分けからファンヒンケル、いけ、シュート、ゴール。やったー、これ来たぞ来たぞ、これ追いついた、追いついて追い越した、2対1、アウェーの洗礼の中いけるぞ、頼むぞ、まずいよ、止めて止めて、オッケー、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、うちのファンヒンケルがやってくれた。これ流れ来たんじゃないか、流れ来たぞ、真ん中中央、あー、これはふわっとしすぎている。よしよしよし、いけるぞいけるぞ、これ優勝決まるんじゃないか。こぼれ球、ヒンケル、あー、くそ、終わってくれ終わってくれ、よし、いった、優勝、今年の J2 優勝はブラボー島尻、おめでとう、ありがとうございます、やりました。いや、島尻のね、島民たちが、もう歓喜の渦ということで、ありがとうございます。やりました皆さん、優勝です。まあちょっとね、映像の方が一瞬過ぎてちょっと悲しくなりましたが、やりました。うっさ、すいませんでした。いやー、これは島中が渋谷センター街化している、島の一大ニュース待ったなし、サンキュー島尻、フォーエバー島尻、やりました、やりましたね皆さん、本当に4年寝かせた青森がうまいですよ、ということでワイヤンさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。観客は少ないですけどね、コミュニティの参加ありがとうございます。よしよしよし、いやー、やりましたね、よかった。いや、柿谷はね、まだセレッソ大阪の時ですね、2297%いらっしゃいませ。お金が入りますよ。いや、柿谷はセレッソですね。あれ、いやいや、優勝報告じゃん、天狗だ。未成年はシークワサージュースかけましたなし、通報時間マラソンランナー来るぞ、また天狗、わらわら、また天狗になるよ、優勝したからしょうがないね、むむ、天狗、
お、また伸びた。いやそうっすね、初見ですということで、2315番さえいらっしゃいませ。コミトネさんか、ありがとうございます。いや外、今ブラボー島中の優勝ですよ。今優勝パレードじゃなくて、もうみんながもう島中のね、島民たちがもう街に繰り出してるんじゃないですか。そうですね、天狗には勝つです。来客がいるかも、見とこうか。2324番さんいらっしゃいませ。コミトネさんかありがとうございます。そうですね、一番欲しい海外選手はまあ一応私の中ではゴールキーパーはハンダの道か、あのメキシコのオチャオチエなんだっけ、そんな名前の選手いますよね。でまあね、真ん中の選手とか上のトップの選手はだーそうだな、まあ好きな選手落ちないじゃないですか。おし、レベル上がんねえな。復帰ね、復帰は取りたい、復帰は取りたい、とりあえず落ちは欲しい。そうそう、鎌本先生来たら取りたいけど、まあ日本人としてね取りたいけど、ちょっと待ってね、でやらないといけないことを確認したいと。そうね、その通りだ。そうね、復帰は取りたいんだよね。で、あ、そうか。この時期なら安そう。面接ね、面接。バルデナマ、この時期なら安そう。そうね、来訪者の確認したいと。セルジオが来てる可能性がある。あれ、一人死んでるやつがいるの。どうした？で、覚醒練習。で、中島。あれどうした、上条が優勝決定で飲みすぎた。そういうことか、大喜びすぎた。アドメンだね、ありがとうございます。いよいよ昇格ですか。そうですね、やっと J1 っすよ。で熊本初っ端から2億高くかけられるけどな。あ、そうなんだ、2億か。それはきついけどな、まあ今の状態じゃ雇えないけどね。であとは誰が来てるらしい。で OK 来た、選手訪問。鈴木さんが来た。こんにちは監督さん、近くに来たので寄らせてもらいました。こんにちは、なんだか最近自信にあふれてますね、僕に任せてくださいよ。僕だけの力でもこのクラブに勝利をもたらすことができますよ。鈴木さん、自信があるのも頼もしいんですけど、もっと皆を信用してくださいね。天狗やろ、天狗やろうかよ。あ、そういうことか。アピールしていく、大きく出たな。大きく出てますよ。昇格おめでとうということでね、ありがとうございます。ゆうさんいらっしゃいませ。天狗王、カイコヤ、ゆりちゃん引いてる。あ、落ち着いてる。わらわら、天狗の仕業だ。なんで優勝した後に直後にこんな延長。あ、そうか、延長しないとダメだ。よし、じゃあ一枠延長しておきますね。40分延長しました。よし。ジーニアスはいい子。ありがとうございます。言ってくださってありがとう。ジーニアスの方が落ち着いてますわ。いやでもさっきまで天狗になってたからね。カンチョツ。優勝して文句なしの J1 昇格。最高の気分。スタッフも選手もみんな大好き。カンチョツ。栗原さんが皆さんのこと大好きって言ってますよ。2382番さんいらっしゃいません。なおこはサポーターは。なんで10枠延長しないといけないんだ。昇格おめでとうございます。感想ね。いいです。延長2ということでありがとうございます。2391番さんいらっしゃいませ。6人で支えてきたからな。そうですね、6人がねこの907人をね先導してるんですよ。よし、でもコアサポーター欲しいけどな。まあいいや。で矢口も応援してそう。なんで矢口ちゃんが応援してんの。沖縄出身のアーティストだったら、矢口の応援はいらない。ねえ、先導先導してない。いや、そうですね、できれば7人が良かったな。じゃあ行きましょう。アムロちゃん、あーでもこれしくったな。あ、キロロか、そうか、ビギンとか具志堅さんとか。まあこの試合はね、別にその本当に大事な試合じゃないんで、まあ軽い気持ちでやっていこうかなと思います。翼支店
先発で育てよう。そうね、そうしよう。ダービー行くかだ。オレンジレンジもいいね。矢口ってうちのチームに塩屋がいるからだろ。消化試合、消化試合、アンド消化試合。そういうことか。得点王争いがかかってるのに舐めてるの。いや、得点王争い全然かかってないから。うちのチーム得点王争い全くいません、誰も。ダバンプもそう。ダバンプの曲ってどんな曲だったっけ。あ、あれか、もしも君がなんとかなとかいうやつか。もう全然歌詞は覚えてないけど。シミケン、あ、それもありかな。あ、シミケン出そうか。それ M キャット、それ M キャット、あ、違うのか、ダバンプじゃないの。なんとかなー、わら。得点王大迫のイルカ島は何位でしたか。最終的なベスト11見せてほしい。島歌後、イグアナで締める歌だね。よし、そう合ってるよ。合ってる、うん。イグアナで締める歌、なんだろう。島歌もいいですね。しまうたよ風に乗り、鳥とともに海を渡れ。ダバンプイッサがいたとこ、そうそうそう。ファンヒンケル行け、オッケー、ナイスシュー。いや、エコーね、かけすぎてもしょうがないんだよ、うん、ブラボーですよ。ファンヒンケル最高です。あ、そうなんだ。へぇ、ビギンって山梨出身なんだ。いや、今日はね、まあ、おめでとうみたいなね、そんな感じの試合ですから。いや、ギラマンツね、カリウシ。わからん。島歌ブーム、そうか。あれか、シマンチュヌの宝とかですか。オッケー、誰が決めた、ウサミだ。ビギンが沖縄で、ザ・ブームが山梨なんだ。あ、そういうことか。で、ザ・ブームのボーカルは山梨出身なんだ。あ、そういうことか。なるほど。みんなやっぱ詳しいな、芸能関係は。おっ、頼むぞ。うわー、ちょっと汗が出てきたぞ。もう少し試合にならせないとダメだな。え、レオナルド。レオナルド。レオナルド・クマ、え、監督はどこで生まれた。監督生まれたのはね、実は東京で生まれたんですよね。あんまり言いたくないんですけど、なんか嫌なんですけど、東京生まれです、実は、うん、悲しいけど。東京で実際は出産は東京だったんですよ。そうなの、うん、広島じゃないのか、笑。大体友達やん。いや、広島じゃないんですよ、実は。なんだよ、シティボーイかよ。なんでや、東京ええやろ。東京生まれヒップホップ育ちですか、うん、広島じゃないのかよ。いや、東京生まれ西日本育ちなんですよ。大体友達、意外な感じ、わら。ヒップホップ育ち、江戸っ子か。はい、ヒップホップ育ちじゃないの。速報、監督は。いや、嫌じゃない、東京人とか。じゃないのかよ。わやさん、いらっしゃいませ。広島仕込みの東京さんまでか、わら。あ、シティーボーイとか言われたくないじゃないですか。わかんないですけど。まあ、そういうのに憧れがないっていうか。そうなやつが大体友達なんだろ。すいませんでした。レオナルドクマっていくつやねん。レオナルドクマいくつでしょうね。もう相当昔ですよ。和骨ですけど、とっととビービーはめたいねさえらしません。お父さんはガカ、東京生まれの自分は何なんでしょう。すいません。いやいや、そういうことじゃなくて、なんかシティボーイってなんか嫌じゃない。シティボーイならではの悩みだね。言わへんよ。悪い奴は大体友達。いやいや、監督、東京で生まれたけどすぐ広島とか、あと福岡とか、あと、そうだな、本当にいろんなとこに住んでたんですよ。島根にも住んでたし、もう誰も言わない、うん、兵庫にも住んでたことあるし、大阪にも住んだことあるし、京都に住んでたこともあるし、まあいろんなとこに住んだことあるんですよね、うん、だから、なんだろうな、そうそう、転勤族っていうか、まあ親父の仕事がまあなんか決まった仕事っていうか、まあ何だろう、いろいろ物書きだったんだね。そうそうそう、夜逃げじゃない。この際南極に住むぜ。監督って三崎太郎って名前。三崎太郎じゃない。出身はどこって聞かれたらなんて答えるの。でだから、まあ、基本一番長く住んでた広島って言いますよ。一応広島出身って言いますけど。
でも本当は違うんですよね、実は。七坊言って言ってよ。転職族か。転職族じゃないですよ。転職族はそれあのじゃないですよ。ヒップホップ育ちと言ってよ。嘘つきになるゲーム。いいじゃんそれ。しょうがない。自分のあのハートはね、どこにあるか。広島も高いやろ。結果シティボーイ。引っ越しは何回した？ちょ待って。引っ越しも何回もしたよ。悪いけど。8回ぐらいしたんじゃないかな。広島って都会なの？都会じゃないよ。毎週諦めろ。全然都会じゃない。頼む。自覚持ってくれ。監督、転校生だったの？転校生だったよ。まあでも高校卒業するまでだけど。怖さと六人派、仲間ゆきえとビギンと安土と黒木明沙と具志堅と川光先生。相当充実じゃないですか。考え直してんだこいつ。広島焼きって広島で言うと激怒されるんですか。いや激怒されないよそんな。俺からすると広島は十分。お好み焼きだねって言われるかもしれない。その声でしょ。群馬並みなんだと思ってたよ広島。早く JH で。まあ群馬、まあでもね、広島の奥地は群馬並みなんじゃないかな。いやまあ基本どこの県でも大体奥地は群馬並みだと思うけど、行こう次。こっち群馬わらわら。うん、奥地群馬に謝ってわらわら。群馬わらわら。群馬に謝ろ。イメージそういうとこなんですけど。群馬は全部奥地とかよく言う。すみませんでした。でも栃木はね、行ったことあるんですよね。わらわら。お好みは大阪派。お好みは大阪派の人多いかもね。まあ有名だしね。実際広島のお好み焼きよりも関西のお好み焼きの方が作るの簡単だしね。群馬だって埼玉よりは普通だよ。レベル上がらんかったか。群馬だって埼玉よりは普通。あ、そうなんだ。そう、日光東照宮とか一緒ですよ。作るのが簡単だから下品だと。いやいや、そんなこと言ってないですよ。いや、作るの簡単だから広まりやすいのは絶対あるだろうなと思うんですけどね。ね、やっぱまあそれは関東の方がね、都会。そんなことないと思うけど。ちょっと待って、これどうしよう、これでいいか。陸続き唯一グルマで越えられない県境を持つ秘境県、福島群馬県境。いやいや、群馬は普通にいい場所だと思いますよ。いや、なんでさ、みんなさ、僕夏とかやってたら田舎とかいいなっていうのに、あの田舎いいなっていうのに、なんであれなの、そのこういう話になるとバカにする。群馬、私はそれを言いたい。テレビでやってた。だってゲームだもん。ないものねだりだよ。そうか、なんじゃあ実際にそこに建前の本音がある。怖いな。2538万歳でしょ。あ、そうなの。あ、そういうことね。まあ田舎に住んでる人はしょうがない。田舎はなんだろう。だって群馬だよ。群馬。田舎はいいけど群馬早だ。ひねくれよ。ひねくれものが多い。群馬大好き群馬県。大泉町。まあ田舎か。群馬を口呼ばわりしたじゃないか。わら。いやいや、まあ私は別に奥地であろうとも住んでもいいと思いますけど、ね。そういうことですね。シティボーイがこう、こういう上地はちょっと疲れてるんで休ませてます。まあ、そういうことね。そう。田舎と群馬は違うよとか。そういう扱いか。え、矢野貴章いない？違うか、矢野大輔か。イモリさんで群馬出身なの？そうなの。うわ、ナイスセーブ。立見いるの？2558万歳でしょ。今日立見出てんの？あ、そうなんだ。今日みんなさ、自分のなんか増えてきたね、リスナー。そうなの。ぶっちゃけ群馬より北海道の奥地の方が秘境だし、海外行きたいって人が北朝鮮に行きたい。北海道の奥地、まあそりゃそうだろうね。群馬より独特、立ち見では寂しい思いをしてました。え、そうなの。更新してみたら、ちょっと待って、ここ立ち見。え、みんなさ、自分のさ、席番号立ち見って出てる人いる？立ち見座れよ。立ち見の米拾ってあげる。立ち見出てる。ごめん。
ずっとスルーしてた。ごめんごめんごめん、本当にごめん、本当にごめん、ごめんごめんごめん、マジでごめん、ガチで無視してるわ。立ち見いるよ、はいはい、どうせ人権ないですよね、なんてやつだってことだ。すいませんでした、申し訳ございませんでした。立ち見の方のコメントしっかり見ようと思います。トミーさんいらっしゃいませ、2604番さんいらっしゃいませ、2609番さんいらっしゃいませ。前回無視してたな。ちょっと待って、あのさ、ちょっと待って、立ち見の人さ、ちょっとコメント打ってみて。立ち見の人、ちょっと待って、ちょっともう一回。すごいね、あいっか、やべえ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、これどうやるんだったっけ。立ち見席、立ち見席をどうすりゃいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、そんなに前じゃないから。立ち見は見えてるんだけど、ちょっと待って、これどうやって立ち見、立ち見をどうやって、あれさ、これか、そうね、ウイポとか、あとあれだね、ウイニングイレブンとか以来かな。これで立ち見出た？いや、お前変わったんじゃなくて、ちょっと待って、違うの違うの、ちょっと今頑張ってんのよ、ちょっと待って。立ち見の私たち空気ってことよね。すいませんでした、初見です、監督さんで、2653番さんいらっしゃいませ。いや違うんすよ、立ち見なんで普段出ないから。呼ばれてねえな、ちょコメント読まれてねえぞ。いや言ってねえし、ちょっと待って、起動し直そう、ちょっと待って。まあどうせあと20分なんだけどさ、延長したとしてもあと40分ぐらいなんだけど、ちょっと待ってよ、これどうしたこれこれどうした。ごめんね、ちょっと今ね、棒読み、これは面接不可避、立ち見の人に人権を与えましょう、頑張れ監督、監督が全部になってる。全席表示します、時間がかかってしまいますが、いいですか。はい、監督、アリーナと盛り上がれば、これでいいんでしょ。立ち見の人に人権を、最近の監督さんは映らないな、ひどいって告発があります。どうせ20分、リスナーは監督がどうしたと思ってるぞ僕は下半身が立ち見です、接続できてないんだな。立ち見で混乱する監督、座ってる人しか大切にしないんでしょ。最低、ちょっと立ち見の人も打ってよ、コメントが流れてきてるか分かんないからさ、これ分かんねえんだよな。まあいいや、はい、てんてんてんテストこねえすいませんでした。スカイさんいらっしゃいませ。立ち見に米を強いる監督さん怖い、まあいいや、カインはこつ、ついに優勝した、わからない。そうですね、優勝しました。爆弾さんいらっしゃいませ。2685番さんいらっしゃいませ。監督がなぜか逆ギレ。いや、タッチ見いいのんだけどな。これでいける？タッチ見を諦めない。毎春は諦めない。タッチ見は諦める。毎春タッチ見してるかも。わらわら。全立ち見に接続し同時に閲覧させるようにしてます。で、ツール表示、いや分かってるよ、だから今頑張って全部表示されるようにしてるんだよ。うわむずいなこれ。2700以上なんでこれ、何なんだこれ。いや違うんすよ、なんで立ち見ないの、違うやり方が分かんなくなっちゃったんだよこれ。立ち見、立ち見は帰宅しました。でも立ち見のコメントは見えてんだけどね。立ち見いなくなった、いやいますよ、立ち見を諦めるって言ってるよ、名古屋さんが。何が立ち見、まあ嫌だよ、立ち見まあいいじゃなくて、ファンヒンケルも立ち見かな、立ち見を諦めるなよ、ゲーム画面が全く動いてません、立ち見アムになって、わら、初めから立ち見なんていなかった。これどうやったらいいんだろう。監督は立ち見を諦めない、監督ちょっと面接しましょう。わかんないよこれ、立ち見の方が盛り上がってた、
いや、立ち見コメント一人しか打ってねえよ。両端さえいらっしゃいませ。わからん、ちょっとこれ、あの、今度ちょっとまた対応できる、頑張るわ。でもコメントは見てる、見えてるから大丈夫。いた、天柱か、ほら。まあ立ち見なしてもいいよ、俺たちは見てるだけだしさっつって。いや、怒ってません、全然。いや、すいませんでした。すいませんでした。いや、でもしょうがないよ、ちょっとやり方わかんないんだもん。そう、立ち見も見えてるよ。いや、もう私もやべえ、ブーイング。おい、サポーターからブーイングが来て、お前、あ、やばいやばいやばい、危ない危ない。今の私の状況と一緒じゃないか。天柱ですわ、ひどいな。これなんでなんだろう。危ない。立ち見どうした？立ち見出ないな。ちょっと。やべえ、壊れちゃった。ちょっと待って。やばい。やばいやばい、けど起動しなくなっちゃった。チンチンってなっちゃった。ちょっと待って。え、待って、どっち入れた？オッケー、毎瞬だ。オッケーオッケーオッケー。あかんわこれ、ちょっと今度までちょっと直しときますね、すいません。もう難しいわ。 OK、 まあ1点取ったんでよしでしょ。すいませんでした。ちょっと頼むぞ。まあこれ最終節なんでね。ゆっくり再起動でもダメだった。そうね、そうしよう。ちょっと、なんでなんだろう、これ。立ち見席を読む設定にしてるはずなんですけどね。なんでだろう。ちょっと待って。ここからチーム崩壊が始まるのね。これ、金曜とか立ち見出るだろうな。そうね、確かに。立ち見6人。そうそうそう。6人ぐらい。最低だな。助けてピコエモン。リスナーの力がすごい時ありますね。確かです。ワーオフ、ミネの時も選抜があったような。いや、大丈夫、大丈夫。なんとかするから。ちょっと待って。次の放送までは絶対なんとかする。おし。読まない時は読まないよ。いつから設定し直さなきゃ、私にだけ読めるようにできるか試してみて。そうね、そうしようか。ちょっと、じゃあ、ちょっとこの画面で止めるとめんどくさいから。とりあえず、ちょっと、じゃあ、わ、この、そうね、どうせ、次の枠、ちょっと待ってよ、次、いや、だから、ウィニングイレブンだよ。この時間帯なんでね。キーパー新しいの取った。そうですね、あの、一応控えも取ってますよ。立ち見出ませんって言ったら、ね、怒られちゃってますけど。次枠を延長じゃなく30分でやってみる？オッケー。この結果、来季は晴れて J1 の舞台で戦うことができます。来年が楽しみです。ということで J1 でございますよ。ということで2810番さえいらっしゃいませ。ありがとうございます。ブラボーですよ。なお今回の大会の賞品として1億5000万円が入金されます。おし、いやいや、来たぞ来たぞ。一応5000万円ですよ。オッケーです。なお今回の結果を受けて成長の糸口、オッケーオッケーオッケー。イケボですね。ということで2840万歳でしません。そこへ行こうちゃうやろ。そうでした。いいですよ。宇佐美選手は最近の活躍でエースと呼ばれるようになりました。本人も、自覚を持ち積極的にゴールを狙っていますね。チームのためにも彼がさらに成長してくれることを願いましょう。ニューイヤーカップ優勝、そこ行けたいですね。そうです。宇佐美ですよ。2860万円でしません。拍手の方、立ち見席からありがとうございます。
うさみーってことね。ネイマール取ろう。ネイマール取れるんでしょうか。このそんなに安くないでしょう。そうしましょうか。オッケー、うさみ選手すごいな。チャンスメーカーって言われてる。拍手の方ありがとうございます。3億はでかいですね。すごいな。ちょっと覚醒ポイント溜まりすぎてもったいないな、これ。これ覚醒ポイントがもったいないな。すごいな、宇佐美のそのもてはやされ方がすごいな。で、収容施設建てる。前田、宇佐美を俺の後継者に指名する。さあこの賞金を有馬で倍にするんだ。DJ から宇佐美のチームになったな。ということで2871番サイレしません。上条は疲れてるの？上条は疲れてます。ちょっと待って。で、これ建設に使ってもいいな。具体的に何がいいの？JY になると具体的にお金が相当入るってのと、施設が大きくなるってのと、来客もいるかな。すごくなりますよ。そうする。センターバックとすぐ欲しいな。センターバック、そうね。そこら辺も大事だね、確かにね。で、有名選手が増えるってことでいいの？選手訪問だ。選手の訪問しか来てねえな。有名選手、そうそう、有名取れる有名選手が増えるってことでいいですよ。ラームどう？宇佐美だ。12月のフリー移籍の資金に長谷部取ろう。来年ユーストに所属見てからだね。そうね、そうしよう。で、で人事で一応見る。前だからってで、スカウトリスト。限定するタイミングっていつなんだろうね。この女可愛いんだけど。うん、可愛い子ですよね。伊藤由里さん。訪問枠は3つだから見えない時あるんすよ。そうなんだ。なるほど、そういうことね。世代交代大事だよ。あ、赤峰がいる。いや、世代交代はもう十分してるんですよ、正直。違う、世代交代はもうし尽くしてる。っていうかもう元の選手たちよりも相当若くなってるんで。監督沢とは好きですか？ディフェンスだから。沢登り選手いいですね。懐かしい。お前さっきも来たやん。パトリックマジいいわ。パトリックか。もう宇佐美しか来ねえ。お前もうネタだろお前。何回来たんだお前。お前さっきも来たやん。2回目。誰だろう。事務所の前でうろうろしてたよ。こんなに会いに来てるだろ。わらわら。また来た。わら。ああ。だよ。わら。うさみ暇なのか。わらわら。暇人すぎるだろう。うさみ何回来て帰るねん。わらわら。お前さっきも来たやん。3回目。わらわら。よし。意識高い系うさみ。わらわら。もうない。わらわら。わらわら。わらわら。女の子に会いに来てるんだよ。とりあえず日程進行しようか。言われたいだけだろ。わらわら。わらわら、うさみは諦めない。うさみは諦めない。女に会いに来てるのか。わらわら、これはうさみを狙ってるのですわ。お、なんか終わったぞ。あ、覚醒練習終わった。何をしに来てるんでしょうね。わら、2500ポイントいきそう。あ、結構伸びてるな。体重あったら痩せろよ、うさみ。わらわら。いやでもなんかうさみ選手その体脂肪の話、結構長谷川健太先生はなんか結構それね、大変、もしかしたらこれ良くないかもしれないよみたいなこと言ってますけどね。年間のベストイレブン多分発表、あ、ないか。あ、今シーズン終わった時あるのかな。で、うさみフラフラだったらしいじゃん。うん、らしいですね。それをなんか良くない良くないって言ってましたね。で、で、ちょっと待ってよ、間違えた。で、これってやべえな、長島やばいことや。全体的に疲労が。そうね、全体的に疲労が溜まってきてるな。やばい、疲労。ユースからフォワード上げたよ。来月入ってくる。うん。いや、これどうしようかな。しくったな。大久保はどうなんだろ。スタミナはまだトップレベルなんだろうか。わからない、そこら辺もちょっとわからない。脂肪を落とす減量じゃないと思うだけどな。まあね、確かにね、筋肉をつけるっていう意味もあるかもしれないけど。施設は後回し。いや、施設作った方がいいわ。今の見とってもちょっと
武藤はいない。まだ2011年なんで。で、出た作品なんで。いや、みんなどう思う？今みたいにちょっと休ませるの忘れたら、すぐ疲れちゃうんですよね。やっぱ作った方がいいんじゃないかな。あ、そういうことね。了解。じゃあ、フリー移籍が終わった後ね。了解。施設で返していいのでは、OK。まあ一応じゃあセンターバック移籍の後の方がいいね。了解、わかりました。ベストイレブン、これ年間じゃないな、月間だな。移籍の後がいいね。月間はこんな感じですね。どこも足りてないでしょ。センターバック代表持ってかれるからね。実際体脂肪落とすのかなり大変だからな。そうね。前回のアンケでも作らないの次に多かったね。リラックスし、リラックスね。船着き場もいいね。一応天皇杯の1億も考慮して。了解しました。来い、2500。来た来た、取れる、来た、獲得、よし来ましたよ、これ。お、その施設はスケベな施設ですか？スケベな施設ではありません。よし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 。で、こいつらすぐ売るんで、これでいいでしょうね。これでいいでしょう。岩村明則、岩村明則、岩村明則、あの岩村、同じ名前。すぐ売るんで、新人バイバイ。岩村明則、岩村、わらわら、すぐ売るよ。野球、わらわら、野球の岩村、ね、あ、1文字、わら、いわき明則。そういうことか。ユースから昇格は契約延長忘れずに。了解、よし。で、プロモーションもできないのかな。注目の試合、アウェイ完成ツアー一応組んどくか。1年売れんだろ。なんでや、ニックダルマーさん関係ないやろ。名古屋、名古屋ですよ、いきなり。優勝報告とかあればいいのにね、せっかく。そういうことか。で、面談はしなくていい。OK。優勝できれば、あ、そうか、天皇賞、天皇杯か。なあ、宇佐美、あれ塩谷、これ塩谷か、違う、シミケンだ。相談がシミケンから。宇佐美、なんだなんだ、んどうしたんだ、そんな改まって。国際通りでよろしく。実はこのクラブのやり方をうまく理解できなくて、自分が孤立してるような気がするんだ。面倒見発動、練習の時も試合の時も孤独感を感じていて、俺以外にもそんな孤独感を感じている人がいるみたいなんだ。ポリシーイベント、わらわら、うん、確かにな。よし、じゃあ俺が一肌脱いでやるよということで。わらわら、よし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 、俺が、ま、間に入って港の仲介役になってやるよ。宇佐美、ありがとう。何、チームがうまく回るためならこれぐらい大したことじゃないさ。いや、立ち見とね、私は皆さんのね、席をつなぐ役目をしております。惜しいぞ。フルネームで呼ぶのなんて、わらわら、仲介役、イリシン、ニグマドブ、静岡が役に立ったね。静岡役に立ったぞ。やっとチームのスタイル馴染んできた。ちょ、連携後で見ようね、ちゃんと。毎週やっとチームのスタイルに。カンさん、ずいぶん前に入団した相原選手、やっとチームのスタイルなんて何人馴染めてなかったんだ。何人や馴染んでなかったんだ、うち。これは大きい、いいぞ。よし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 。すごい。すごい人数。馴染めまくり、馴染めまくりですよ、これ。